元空間東京ドームに重厚な響きを持つ鐘が鳴り響きます。ざわつく場内が一人の修行僧の姿を待つこの時、その男はこれから始まる荒行に向けて心静かに念仏を唱えます。ブルーのマットだけが忽然と浮かび上がっている東京ドームです。これから当たるスポットライトのその彼方、巡礼の聖地四国徳島から始まった新崎人生の天竺への道は、時として海の彼方へも目が向けられました。異教徒の街を歩くとき、男はハクシーと名を改め、自らの修行の成果を巨大な獣たちを相手に試してまいりました。白衣、そして笹をかぶった一人の男がゆっくりと戦いの舞台の赤い絨毯を踏みしめてまいります。今は全日マットを最高の鍛錬の場とする人生が今一度ハクシーに生まれ変わった。今日はまさに戦いの原点への回帰が達成されます。凶門がその日に焼けた顔にもその筆の跡を残しております。深々と今ゆっくりと祈りました。場内が異様な静けさに包まれております。アメリカマットに吹き荒れた白紙旋風、果たして今宵この全日マット東京ドームでどのような形で修行の成果を表すか。新崎人生とは違います。アメリカ WWF を荒らしたハクシーリングインです。唱えます。白紙東京ドーム見参。恵まれました。6人タッグマッチ60分日本勝負、ハクシーが今背を向けている控え室方向から全日マット、今タッグ戦線最強の2人、世界タッグチャンピオンの2人が東京ドームに姿を現します。場内が一斉に小橋コールに包まれ始めました。小橋健太、そして秋山純、すでに1回世界タッグの防衛に成功している今最も脂の乗っているバーニングの2人が赤い絨毯を踏んでこれからブルーの戦場へと向かおうというところであります。ジャイアント馬場亡き後の全日マットを引っ張る間違いなく主役のこの2人、前を行きますブルーの秋山純、そしてしんがりはオレンジクラッシュ小橋健太、その顔面には相変わらず日が蓄えられております。小橋は去年この東京ドームでベイダーとの初対戦がありました。そのベイダーに勝つことができるまでその日を剃ることは行うということを話しておりません。相変わらずふてぶてしいその髭を蓄えながらゆっくりとこの戦いの舞台ブルーの戦場へと向かってまいりました。オレンジクラッシュ小橋健太、さあ
昨シーズン秋山純を引っ張って東京ドームのリングに立ちます。不気味な足音が聞こえてまいります。久しぶりにこのメロディーです。懐かしい旋律、そして久々のこの地響き、東京ドームという舞台に一番映える3人がこれから入場してまいります。アメリカバットを設計しました。そして全日バットは10年ぶり。さあ、大野ウォーリアーズが姿を現しました。まだゴングもそして選手コールも行われておりません。まずウォーリアーズが主役に立ちました。ザ・ロード・ウォーリアーズ、全日バット10年ぶり、ザ・ロード・ウォーリアーズ、リアプラジコード・ジョニー・エース兄、アニマルと、そしてウォーリアーズとのタッグ、ジョニー・エース中コーナー、245ポンド、ハグ成果を今一度拍手。250ポンド秋山純、ドームの主役になれるか秋山純。270ポンド小橋健太、今日の勝利をバランスされます小橋健太。オレンジの紙テープがこのブードマットを埋め尽くします。さあ、10年ぶりの登場になりましたザ・ロードウォーリアーズです。放送の解説は週刊ゴングの竹内康介さんです。竹内さん、はい、興奮しますね。なんかアメリカンプロレスが本当に帰ってきたって感じしますね。そうですね、全日マットは10年ぶりの登場。画面右側がアニマルウォーリアー、そして左側がホークウォーリアー、中央にジョニーエースです。そしていきなり突っかかられるという形になりましたが、さあ、あ、今アニマルがコバシと指名しました。さあ、今決戦のロング60分日本勝負の戦いが始まります。さあ、組み合った画面左側アニマルウォーリアー、そして右側がコバシケンタであります。リージョンオブドゥームのコスチュームロングタイツを身につけています。ザ・ロードウォーリアーズの2人です。さあ、アニマルがコバシをロープに振った、帰ってくるところショルダータックル、これは相打ちだ。さあ、今度はアニマルが飛んだ、ショルダータックル2発目は相打ち、厳しい表情になりました小橋健太。アニマルウォーリアーが190センチの130キロです。さあ、竹内さん、このシーンも懐かしいですね。懐かしいですね。リング中央がっちりと力比べになります。手打ちですね。そうですね。さあ、体格の面では圧倒的にアニマルウォーリアーが有利です。さあ、歯を振りちまって懸命に耐える小橋健太、日米パワー対決になりました。小橋が胸を合わせる、おっと、アニマルウォーリアーが決めを上げた。今構成に立っているのは小橋か。さあ、返していったアニマル、ガーッと押し込んでいきます。アニマルウォーリアー、この肩から上腕にかけてが素晴らしい筋肉ですね。すごいですね。我々その全日マットで見るロードウォーリアーズは10年ぶりなんですけれども、ゲースさん、変わりはないですね。変わりないですね。さあ、ダイビングショルダー、とにかく短期決戦、あっという間に勝負をつけるのがザ・ロードウォーリアーズです。さあ、今パートナーのジョニーエースとタッチされました。竹内さん、このロードウォーリアーズはとにかくその10年前よく全日マットに来た頃はあっと
今の勝負が多かったですからね。そうですね。ただその時代は小橋選手と言いますとね、まだ前座の第1試合か第2試合その辺りで取ってたわけですからね。そうですね。当然その当時の小橋にとっては憧れのレスラーだったザ・ロードウォリアーズです。さあエースがガン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 ラリアットを打っていった。さあバックにまた秋山ジャーン投げ捨てジャンピングにアゴのセンターにヒット。さあ今度はアニマルが入ってきた。ジャンピングにドロップキック、ウォリアーズを消しました。秋山さあローザのライトを投げて固めた。ツーで返します。ジョニーエースです。これが今のプロレスの意地ですよね。そうですね。とにかくその対戦する前から今のプロレスとウォード・ウォリアーズの時代のプロレスその違いを見せつけてやると秋山は明言しておりました。ジャンピングにそしてジャーマン、このウォリアーズに対しても秋山は全く引くところを知りません。今リングの中で戦っているジョニーエースと画面右側のアニマルウォリアー、この2人が実の兄弟になります。アニマルウォリアーが38歳、ジョニーエースが33歳、5つ年の離れた実の兄弟です。兄弟タッグ、そしてザ・ロードウォリアーズの10年ぶりの全日マット復活になります。さあ今度はエルボー、後ろ向きにエルボーを打っていきます。さあ今度はホークウォリアーです。190cm 127kg のホークウォリアー、あーリフトアップ出ましたね。さあ来た、いや久しぶりに出ましたこのリフトアップ、軽々と持ってきましたね。そうでしたね。とにかくどんな重い相手でも持ち上げるのがこのリフトアップ、ロードウォリアーズの持ち味です。今年齢をご紹介しましたけれども、それを全く感じさせないこのホークウォリアー、そしてアニマルウォリアーです。92年の9月に一旦コンビを解消したんですが、96年の1月に再びザ・ロードウォリアーズが再結成されました。87年の3月には、鶴田組を破りましてインタータックのベルトも奪った、当然タック専門の実力チームであります。抱え上げた、軽々と落としました。ブレンバスター、今度はアニマルです。今ちょうど全日本にある世界タッグのですね、統一の時に一つの関わったチームですからね。そうですね、はい。さあアニマルウォーリアーが入ります。ガン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 拳を振り下ろしてまいります。ロープに飛ばした、左でラリアット。東京ドームがどよめきました。まあ、こうやって体の大きい選手がどんどん飛ぶというのは今は割と当たり前になりつつありますけれども、ウォーリアーズが出た頃は本当に衝撃的でしたからね。あれは非常にやっぱりインパクトのあるチームでしたね。今でこそベイダーなども非常に飛び技力技がありますけれども、その原点はウォーリアーズか。さあ赤コーナーはハクシーです。ご覧のように胸門が体全体前後ろ問わず顔面をも含めて筆が入っております。さあ今ジョニーエースが拝んで、そして中指を立てました。新崎人生が95年から96年にかけてアメリカ WWF マットを転戦していた際にこのスタイルタクシーというリングネームでアメリカマットで暴れておりました。ニュートラルコーナーラリアットだ。この中では最も体の小さいハクシーです。拝んだ、エースが拝んだ、地獄好きカウンターで決まりました。そうはやっぱりいかないですね。そうですね、これはもうハクシーの先輩特許です。5分が経過しています。60分の一本勝負です。この東京ドーム大会はジャイアント馬場引退記念の大会でもあります。ハクシーが止まってドロップキックです。馬場さんが現役時代全盛期は日本人対外国人という構図が主流でした。ですからこのシックスメンタッグマッチも竹内さん、そういった面では日米の華やかな一戦になりますね。やはり全日本の原点はこのアメリカンプロレスでしたからね。そうですね。さあプレスしていきました。ハクシー、ホークがカットに入りました。豪華な青コーナー、ホークウォリアー、そしてアニマルウォリアー、ザ・ロードウォリアーズが全日マットに帰ってきました。さあ今日本で最もパワーのある選手、パワーファイターと呼べるのはこの小橋健太でしょう。エルバー打っていきました。
当然このエースとの構想もありますけれども、今日の相手はなんといってもロードウォーリアーズ。いい形でなんとかウォーリアーズとの対戦。さあ今ホークが入ります。ホークウォーリアーと小橋健太。さあホークが小橋をロープに振り返された。ホーク帰ってくるところ、おお、パワースラムだ。お株を奪ったパワースラム。いやー、これはホークはカチンときているでしょう。この後の報復が怖いです ね、 そうですね。してやったりの小橋健太。さあ今度はストラックのあたりに2位を当てて、今度は逆水平だ。さあブレンマスターの体勢、対角線使って抱え上げた、抱え上げた。お、いつものように対空時間が長い。ホークを相手に対空時間が長い小橋健太。ブレンマスター、さあまだ落とさない、まだ落とさない、まだ落とさない。満を持して今落とすと、ホークを相手にして全くひるむところがありません。やはりその10年前との違いというものをまざまざと見せつけようという小橋の動きがあります。さあそして向こうは気が強い秋山純。とにかくこのロードウォーリアーズはパワーが売り物です。ただ秋山に話を向けますとね、ただ腕なんかを比べると、いや小橋さんの方が太いんじゃないですかというようなことも話しておりました。小橋の上腕も太いですからね。そうですね。ですからその小橋と日頃対戦してきたその経験のある秋山、ロードウォーリアーズ臆することは全くないということを話しています。日米のパワー対決は小橋とウォーリアーズ。そして秋山にとっては自分がまだテレビで見ていた頃のロードウォーリアーズを相手に一泡吹かせたいところです。さあ来るところ、ドロップキック、高さもあります。カバーに入りますアニマルウォーリアーです。小橋と秋山は第36代の世界タッグチャンピオンです。3月6日には三沢小川組を相手に初防衛にも成功しております。今全日マットを代表するタッグのプロフェッショナル、小橋秋山組です。その世界タッグの前身でもあります、まあ、インタータッグのベルトも奪ったロードウォーリアーズ。さあ東京ドームという最高の舞台でこの両チームがどういう試合をこれから中盤以降作っていくんでありましょうか。ホークが投げ捨てた。今秋山がハクシーにタッチです。180センチ108キロのハクシーです。アメリカ WWF マットを席巻しましたハクシーです。竹内さん、このいでたちでリングに上がったらやはりアメリカマットは相当沸いたでしょうね。やっぱりまさにその世界の WWF がびっくりしたわけですからね。そうですね。日本人選手が活躍するのはなかなか難しいそのアメリカマットで見事成功を収めましたハクシーです。それも向こうからスカウトされたわけですからね。あ、なるほどね。決して体は大きくありません。しかしその独特のキャラクター、技も綺麗に決まります。ブロックした、腕を拾った。さあ渡るか、拝み当たるか、トップに立った。東京ドームで拝み当たるか。そういえば去年はジャイアント馬場を相手に拝み当たりました。今度の相手はホークウォーリアー。ハクシーが渡る、渡る。さあブレーンチョップ、拝み渡りを敢行しましたハクシーです。この当たりは見せてくれますね。そうですね。大きい舞台はめっぽう強いハクシー。あっと今度は場外に投げ捨てられました。エプロンサイド、ホークがロープに飛んだ。あっと太陽浴びせていった。あっと本部席の向こうです。青い鉄柵、その向こうにある本部席、その本部席が倒れました。60分、日本勝負は10分が経過しています。さあハクシーが今一人場外に取り残されております。本部席が今破壊状態。ジョニーエースが強引にハクシーを今リングに戻そうというところです。今日はシックスメンタッグマッチ、ウォーリアーズとハクシーにどうしても目が行きがちですが、さあこの中ジョニーエースがどういう働きを見せるか、絶好のアピールの場でもあります。さあエプロンサイド、ハクシーがおっとエースクラッシャートップローブ越し、あっとちょっと竹内さん、今の落ち方危ないですよ。大変に落ちましたね。何の受け身も取らずにと申しましょうか、そのまんま場外に落ちました。ちょっと不意をつかれましたね。ですね。さあ場外ではホークがリングの中にハクシーを戻しました。待ち受けるのはアニマルウォーリアー。アニマルが、いや今ロープに振り返したハクシー。ワン
とフランケンシュタイナーを切り返されました。やはりこの辺りというのは体格差というものがいかんともしがたいものがあります。独特のペイント、腕には入れ墨があります。リージョンオブドゥームのロングタイツを身につけているザ・ロードウォリアーズです。さあ兄弟がタッチワーク、アニマルからエースです。エースがロープに振った、エルボーを打っていきます。返しましたタクシーです。スタンディングでのフェースロックの体勢、じっくりと攻め上げていきますジョニーエースです。今日のエースはやっぱりお兄さんと組んでるという部分ですね。いつものエースとはちょっと一味違いますね。あ、それはどういうところに感じられますか。パワフルな感じがしますね。やっぱ完全なウォリアーズペースに合わせてますよね。なるほどね。普段参戦している時のジョニーエースとは一味違う動きを見せているという竹内さんの見方もあります。兄弟が左側アニマルウォーリアー、実のお兄さんになります。そして右側がホークウォーリアー、ザ・ロードウォーリアーズが10年ぶり全日マットの復活になります。とにかくテーマソングが鳴り響いた瞬間から東京ドームがどっと沸きました。最近プロレスファンになられた方々はそのウォーリアーズの全盛期10年前というのはその迫力というものはあまり印象には残っていないでしょうけれども、とにかくこのウォーリアーズが入ってくるだけで場内がどっと沸きました。さあ今グラウンドの体勢で締め上げてきているホークウォーリアーです。あの時代のウォリアーズってのはもう入場が試合開始でしたからね。そうでしたね、そうでしたね。とにかく入ってきてすぐさま試合が始まって 2,3 分で終わってしまう、そういった試合がもうザラでした。ぐっと締め上げていきますアニマルウォリアーです。日本人対外国人、その言ってみれば日米対決というものがジャイアント馬場さん全盛時代のプロレス界の構図でもありました。そしてこのジャイアント馬場さん引退記念試合におきまして、この 5.2 東京ドームはまさにその色合いが強くなっております。さあ小橋にタッチだ、小橋とアニマル逆水平、分厚い村板に逆水平を打っていく小橋健太、コーナーに追い詰めた。さあ連発打っていく、連発打っていく。この辺りはジョニーエースは常に参戦しています、動きが分かっています。さあローリングのけさ切りでエースを蹴散らして細かく打っていきます小橋健太。さあニュートラルコーナーにアニマルを振った、ジャンピングに、さあそして今度は秋山がホークを蹴散らした。さあリングの中は小橋秋山、そしてアニマルウォリアーが一人だ、抱え上げた、ダブルで持っていった。そして今度は赤コーナートップから拍手、拝んだ。さあ飛ぶか、あーっとそのまま押してきた、ダイビングのヘッドバット落下、飛びません、そのまま押してきました拍手です。握った小橋、さあアニマルが相手、ムーンサルト決まった。エースがカットに入りました。さあ15分が経過、ロードウォーリアーズを分断しています小橋。さあボアーとダイビングショルダーをエースクラッシャーで切り返されました。さあエクスプロイダー、エースが場外、そして青コーナーからはバーとホークが飛んだ、ショルダーアタックですね。そうですね、ショルダーアタックルでホークウォーリアー秋山を吹っ飛ばしました。試合が大きく流れ始めました。アニマルと小橋、あったパワースラム、しかしこのアニマルもすぐにカバーに力が残っておりません。ウォーリアーズアニマルからホークにタッチするか、一方の小橋はハクシーとタッチ。さあハクシーとホークの一戦になります。クルッと1回転ハクシー、スピンキック、グリーンで回った、後方にヒット。さあすぐさま今度はニュートラルコーナー、すっと立ち上がってブレッチョップ、カバーに行きます。リングの中央、ハクシーがホークを抑え込んでいる、切り返しましたホークウォーリアー。さあハクシーも力強いところを見せました。さあまたぐらに挟んで上がりますかね、上がるかどうか、拝んだ、あーっとここはダブルのショルダー。大ピンチのアクシー、2人でリフトアップ、そしてエースクラッシャー。この
辺は考えてますね。そうですね、連携を見せましたウォーリアーズ。そしてエース、ホークがカバーに入っている。小橋カットに入った。さあ今試合の権利があるのはホークとハクシーです。小橋健太が興奮奮闘。さあウォーリアーズに捕まっている小橋、ロープに振られた。ショルダータックル。さあこれで一気に試合を決めるのか。これはダブルインパクトを狙ってますね。さあ来るか。さあ肩車に抱えられたダブルインパクトが来る。ボークが、ボークが、あーっと回した、回した、回した、バックに回っている、バックに回っている。さあハクシーがラリアット。アニマルも冷静だ。もう一回行くか、もう一回行くか。ダブルインパクト抱え上げた。これで決めるかウォーリアーズ。ラリアット、ハクシー回転。ウォーリアーズ10年ぶりのスリーカップ、東京ドームで勝ち抜きを挙げます。ザ・ウォーリアーズ、またしてもこの東京ドームに苦しんだテーマが鳴り響きました。ウォーリアーズ、そしてエース東大卓球が見事に全日マットでの久々の白星を挙げました。菊さん、相変わらずのコンビネーションでした。もうウォーリアーズの時代ではないかなという部分もあったんですけどね、見事に時代を逆行させましたね。そうでしたね。小橋、そして秋山、世界卓球のチャンピオンが完全に分断されてしまいました。タッグパートナーのハクシーがウォーリアーズの連携に指定られました。なかなかの不採点を取ってますジョニー・ユースです。意気揚々と控え室に戻りますがノードウォーリアーズ、10年ぶりの全日マットで見事に白星を挙げました。その連携、そのパワーに全くの衰えはありませんでした。17分38秒、ウォーク・ウォーリアーがハクシーを抑えました。